アクセルジャンプの時代が到来するそう言い切れる画期的なルール改正が行われた6月に行われた国際スケート連盟総会でジャンプの着氷後直ちにアクセルジャンプを飛ぶというシークエンスの扱いが変わり基礎点が80%から100%になったこの変更で最も注目を集めるのは 羽生結弦が2018年に世界初で成功させた4回転トーループトリプルアクセルであるこれまでのルールでは連続ジャンプは左回転の場合着氷した右足のまま踏み替えずに飛ぶと定義され右足から左足に踏み替えて飛ぶアクセルはシークエンスと呼ばれ踏み替える分難度が低く80%の得点 されていたしかし実際には4回転トーループトリプルアクセルは超難度4回転トーループの着氷の流れが良いこととアクセルをどんな助走からでも踏み切れる技術が必要になる羽生結弦は18年 GP フィンランド大会と19年世界選手権で成功し挑んだ理由をこう話した 点数的にということではなく、自分ができる最高の連続ジャンプは4回転からのトリプルアクセルかなと、スコアに関係なく自分がジャンプを楽しんでいる原点的なところです羽生結弦の挑戦がルールを変更させた、それから3年、挑戦者はほとんど現れず、国際スケート連盟は非常に難度が高く。 原点する理由がないとして引き上げを決定羽生結弦の挑戦がルールを変更させたのだ「鑑賞眼かわいいく子」20周年コンサート多才ぶりで圧倒バイオリン奏者のかわいいく子がデビュー20周年を記念したコンサートを6月23日東京都渋谷区の文化村オーチャードホールで開いた。 新型コロナウイルス下で開催が伸びていたものコンサートには越境するバイオリンミューズという副題をつけたまさにジャンルを超えてバイオリンを奏でてきたこの女性にふさわしいこの夜を響きと名付けた38人編成のオーケストラに増え尺八和太鼓など9人の和楽器奏者さらに ボーカリスト一人を加えて、分野にとらわれない、独自の艶やかな音楽世界を展開した、デビューは平成12年、テレビの音楽番組にもしばしば出演、女優の経験もある、美貌のバイオリン奏者、だが、もちろん美貌だけのバイオリン奏者ではないことを、改めて見せつけただ、 三部構成のステージ圧倒されたのは和楽器を加えた第三部だろう河合は白むくの上に鮮やかな青い振袖を羽織って登場蝶の音色に誘われてバイオリンを奏で始めるその旋律はチャイコフスキーの有名な「白鳥の湖」だが 河合が編曲し、ホワイトレジェンド白鳥の湖よりという題名を与えた。フィギュアスケートの羽生譲る、羽生譲るも、この曲を演技で使用した。河合は、おかげで、この上ない影響を果たし、大きく羽ばたきましたと説明した。和洋の楽器が、混然一体となっておりなすサウンドは独自。 そしてスクリーンを使ってさまざまな和風の映像を投影する大がかりな演出にも注目だ展覧会の絵日本の情景では葛飾北斎の浮世絵がステージに大きく映し出されムソルグスキーの民族的な旋律に祭り林や宮城道夫の春の海を想起させることの音力強い和太鼓の響きなどを交えて 一大スペクタクタルを展開した視覚でも音楽を楽しませる演劇的な舞台河合は昨年末ガツに抱かれた日女性ガラシャとマリー・アントワネットという役者歌手を招いた音楽舞台も披露していたがこの夜もその中から「悲しみのグラツ」や「インスピンクト・トラプソディ」「地の彼方に」という3曲を取り上げた。 幻想的だ。太鼓がインドの打楽器タブラのように響き、弦楽器群はレッドチェッペリンのジミー・ページ好みの悪魔的なサウンドを奏でて観客を幻惑する。ステージの中央には桜の巨木が映し出される。花が咲き、満開となり、やがてハラハラと散る。 地り時を知ってこその花だという意味の辞世の句を詠んだ戦国時代の細川ガラシャの気高さを音楽と映像とで表現したオーケストラに指揮者はいない代わりに河合が指揮棒ではなくバイオリンの弓を振るなどしてオーケストラに指示を与えるつまり河合はバイオリン奏者で指揮者で 作曲家で、編曲者で、さらに舞台構成まで全身全霊を傾けて音楽を表現した。圧倒されたという言葉の他に、この夜を表現する言葉を知らない。一部は今年が没後30年のアストル・ピアソラのリベル・タンゴなど、情熱的で感動的な楽曲を集め、美役のような、 ストラディバリウスの音色で観客を陶酔させたエディットピアフの愛の参加で幕を開けた2部は主に映画音楽を集めた大声ボが主旋律を牧歌的に奏でて始まったのは男は辛いよ客席から笑いが漏れたがオーケストラが一丸となっておなじみの導入部を高らかに奏でると この曲がバイオリンにうってつけであることを示した。河合は一部の金色のドレスから、二部では白とピンクの裾の長いドレスに着替え、新しいドレスです。パリから取り寄せたかと思いきや、ウクライナで作られたものです。戦争が始まっても、こんな夢のようなドレスを作っている。 売れたよとお店の人がウクライナに連絡してくださるそうで私も嬉しいですと説明した続けてウクライナのひまわり畑も出てくる絵がひまわりのテーマ曲を演奏したウクライナ侵攻については三部でも言及この時代にまだ戦争や紛争があります辛いのは我が子を傷つけられたり奪われたりする 母親の姿を見ること想像を大絶する苦しみだと思います自身も娘を持つ母親その娘がそうした母親たちの心に寄り添って描いたという抽象画の映像を映し出しながら「リボーン」という自作曲を披露した3部の最後はホルストの「ジュピター」和太鼓など打楽器群がボレロのリズムを刻む編曲 聴く人に勇気を与える力強い演奏でステージを締めくくったアンコールを求める大きな拍手の中ステージに戻ってきた川合は20周年を機に次に向かって頑張りたいですと語ったコンサートの幕を赤い月「波の記憶」という2曲の自作曲で閉じることで トータルな音楽家としての存在感を強く印象づけだ。水志圏、河郁子デビュー20周年シンフォニックコンサート、越境するバイオリンミューズ、ウィズ・オーケストラ京響き6月23日。東京、文化村オーチャードホールで、2時間15分、20分の休憩時間を含む。では、実際にはどんな点になるのか 4回転トーループトリプルアクセルの基礎点は14点から175点に4期前の羽生結弦のように演技後半に行えば1925点になるさらに羽生結弦がショーで降りたことのある4回転トーループトリプルアクセルトリプルアクセルは255点だ 昨期まで最高点と考えられてきた4回転ルッツプラス3回転トーループが157点であるからその破壊力は言うまでもないこの他にもアクセルを含めたさまざまな組み合わせに挑戦できる画期的なルール改正である短い助走でトリプルアクセルを飛ぶ練習になるため 4回転アクセルの習得も後押しするだろう。アクセルこそが王様のジャンプ。そう呼べる時代が幕を開けようとしている。